はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら自然農法での大根の育て方っていうところでご説明していきたいと思います。ね、大根ですね、結構ね、この時期ですね、大体9月中旬ぐらいですね、そのぐらいまでに種まくと結構ね、秋から冬にかけて美味しい大根ね、収穫できます。そして今日はですね、ここね、僕ね、スイカを育てた跡地になりまして、あとは雑草がね、結構ね、出ている、生えている場所になります。そういった場所でもですね、スイカって育てられるのってね、質問もあったんですけれども、今日はですね、はい、実際ね、大根ね、育てられます。なので、こういう雑草だらけの土の場所で、大根ね、どんな風に育てたらいいのかっていうところですね、そういったところをご説明していきたいと思います。この動画を見ることによって、雑草の生えた、荒れ地、あとはね、夏野菜を育てた跡地でもですね、簡単に土作りとかそんなにしないで育てられる方法ですね、そういったところが分かるようになりますので、よければ参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではね、早速説明していきたいと思いますけれども、皆さん大根熟考っていう言葉は知っていますでしょうか。大根はね、育てるにあたって土の中に塊がありますと大根が曲がってしまうとね、言われていまして、大根10回ぐらいですね、耕して、それで、種まきして育てていこうってなります。ただこの時はですね、今回はこういうね、そういったものはしないで、これ跡地で何もしていないところにはなりますけれども、こういった場所でもね、大根ってね、実は育てられるんですね。っていうのもね、土の中ですね、結構微生物がいたりとか、あとは雑草がね、生えていますと、雑草によって、土の中がね、柔らかくなったりとかします。なので、大根ですね、そこまでそんなに耕さないでも自然農法でですね、育てられるっていうね、考え方なんですね。僕もね、今回ね、2回目でなりますけれども、去年育てた時も結構ね、うまく育てることができましたので、はい、今回もね、ちょっとね、そういった場所でもちょっと種まきをして育てていきたいなと思います。はい、そしてポイントとしてはですね、大根、これね、種ですね、今回はおでん大根ですね、煮るとおでんのように、中にしっかりとね、染みて美味しくなると言われているおでん大根ですね、そういったものを育てたりとか、あとは聖護院大根ですね、柔らかいのに煮崩れしにくいというタイプの大根、これをね、育てていこうかなって思います。そして、これね、大根ですね、種をまいた後にですね、ちょっと軽く、草ですね、雑草が生えているので雑草を上から乗せるんですね。そうしてあげることによって、日陰になって、結構暑いじゃないですか。でもそういう暑い時もですね、土が乾燥しにくくなりまして、それで育てていくっていうね、育て方になります。はい、なので、あとはですね、虫の対策ですね。大根は結構虫がつきやすくて食べられやすいです。なので、自然農法でやる場合、農薬も、防虫ネットもできるだけ使わないで育てていきない、いきたいなってね、思いまして、今回はですね、そういったものは使わないでも、虫の被害を少なくするために、ちょっとね、遅く植えていくといいです。一般的には9月中旬ぐらいまでにね、種まきするといいんですけれども、今回はですね、中旬からちょっと下旬に差し込んで、それで種まきをして、ちょっと育てていこうかなってね、思います。はい、まあ、あとはね、ケースバイケースでその時の状況に応じてちょっとね、見てやっていこうかなと思います。では早速ちょっと種をまいていこうかなってね、思います。ではね、ここね、大根ですね、種をまいていこうかなってね、思いますけれども、大根はこの畝の幅ね、ありますよね。この幅1列にまくのでしたら60センチぐらいですね、間を取ります。さらに2畳に植えたい場合は1メートルぐらいね、広く取っておくと良かったりしますけれども、今回は1列に育てていきたいと思います。そして、育てやすいようにするために、ちょっとね、穴ですね、植え穴を少しね、開けておきたいと思います。手で開けてもいいですし、支柱とかですね、棒とかそういうのがあれば、そういったものでちょっとね、開けて、育てていくといいかなってね、思います。種まきしていくといいかなってね、思います。ではまずは、こちらのおでん大根ですね、おでん大根から種まきをしていきたいと思います。ちょっと開けてみますね。はい、
おでん大根、中がですねこんな感じで、緑色になっていまして、はい、手指消毒のねしてあるねものになります。これ緑色になっているのは、あとカラスとかですね、そういう虫からも食べられないようにするためのちょっと予防策ともね言われていますので、はい、こちらねちょっと種まきを早速していきたいなって思います。そして、種まきするにはここね10センチ間隔ぐらいですねに種をまいていきます。結果的にはですね大根大きくなりますので、だいたい20から30センチぐらいですね間離して大根が実っていくっていうイメージにはなりますけれども、今回ですね間引きをしながら、はい、その間引きした大根もいただけるようにするために、はい、今回ですねちょっと10センチ間隔ぐらいですね、そのぐらいを目安に種をまいていきます。はい、こういう感じですね。はい、わかりますでしょうか。今緑色の大根の種が見えてるかなってね思いますけれども、こんな感じですね、ここにあったりとかここにあったりとか、はい、なっています。これをね順番にちょっとね種をまいていきたいと思います。なので種まきねあっという間です。あと種まくときは指ですね、指をこうやってひねるように、大根の種を何個か取りましたら指をひねるようにすれば1個ずつ種がこう落ちていきますので、そういうイメージで種まきをしてあげると結構ね楽に種もまくことができます。じゃあ半分ほど種をねまくことができました。では残りは聖護院大根も同じように種をまいていきたいと思います。はい、こちらねありますので、よし、まいていきますね。はい、聖護院大根はですねこちら手指消毒がこんな感じになってできていますね。はい、こういった感じの、大根の種になります。じゃあこれも等間隔にまいていきます。よし、はい、できました。はい、そしてこのように大根の種まけましたので、ちょっとね土をですね両サイドから寄せて、ね土ですねかぶせていきます。だいたい 2,3 センチですね、かぶせていきます。そして大根ねこの時大根はね健康性種子といいまして、光ですね嫌いますので、土がですねしっかりと太陽の光から守られるようにですね、光が当たらないように種をまいていくと良かったりします。そしてまきましたら上から、トン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 とですね土ですね、硬くしっかりとですねできるようにしておきます。そしてこの時ですね、あとは、普通はね水やりをするんですけれども、今回は水やりはしないで、自然の雨ですね降った時に自然に発芽するようにしていきます。代わりに雑草ですね、雑草、枯れた雑草を上からかけてあげることによって、かけたものがですねしっかりと、保湿状態にしてくれますので、そういう保湿状態になるようにしていきます。なのでこういうふうにね、こんな感じで雑草ですね上から、覆ってあげます。はい、よいしょ、今ね雑草がたくさん畑に生えてると思いますけれども、はい、こういったね雑草をねかけてあげるっていうのが、ポイントになります。こうやってかけてあげることによって、はい、保湿にもなりますし、微生物がすごいね豊富に働きやすい環境にもなるんですね。それで次第に土も柔らかくなりまして、畑がすごくですねいい環境になっていくというような、そんなサイクルで、はい、ここねちょっと大根を育っていきたいと思います。はい、こういう風にしっかりとねかけていきます。はい、
で今度は雨が降ればここがしっかりとね濡れてポタポタポタっと、今ね種まいたところに、しっかりとね水分が落ちて、それで、はい、自然のサイクルでね伸びていきます。なので普通に水まきした時よりは発芽するのが遅いかもしれないんですけれども、それはねそれで自然の環境で育つという意味で手間もなく大根ね育てることができますので、自然農法ですね。まさに自然に大根が育つようなそんなイメージでこちらはね育てていきたいと思います。はい、今ですねこんな感じで育っていまして、畝の上の部分ですね、土をねかけて雑草をねかけていきました。そして、このね畝の端っこの部分ですね、こちらの畝の部分も同じようにちょっと雑草を敷き詰めておいてあげるとよかったりします。はい、こちらも敷き詰めることによって、ふかふかな土になりまして、大根ですね、しっかりとね大雨が降った時もこちらが水浸しにならないで済みますので、そういったねイメージで大根ね、この畝の通路の部分ですね、こういった部分にもしっかりと水分が行き渡るようにですね、しっかりと保湿ができるようにしてあげるといいかなってね思います。はい、こんな感じして、もうねだんだんと暑くなく涼しくなっていくので、雑草も枯れやすくなっていきます。その環境で育ったはい、野菜はねすごくね美味しく自然の環境でまさに育つというようなイメージになって、さらに土もね乾燥しにくいんですね。やっぱり一番土が乾燥するのは夏の暑い日とか寒い日ですね、冬の寒い日、そういった日に結構土がダメージを受けちゃうんですね。でもこういう雑草を1枚こうやってかましといてあげることによって、ここがふかふかな状態になりまして、このねもので守られて、今だとしたら暑さからもね守られますし、冬になりましたら寒さからもね守られて、土の中は一定の温度で保たれるんですね。そうすることで、自然の、ストレスなくですね野菜も育ちやすくなりますので、はい、そういった形でねやっていきます。あとはこういうふうに雑草があることで保湿がされて、水あげてなくても自然に、空気中の水分もね吸収したりとか、これが乾燥して、水分もねでもここに水滴がついたりして次第に下に下に落ちていきますので、そういったイメージでも、はい、元気よくね野菜が育っていきます。これね今ね大根で、ね、やりましたけれども、ブロッコリーとか白菜とかですね他の野菜でもね同じように応用できるかなってね思いますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね大根、はい、ね、ちょっとね変わった育て方にはなりますけれども、自然という形でね大根、ここおでん大根と聖護院大根ですね、はい、種まきできましたので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。でもねやっぱり虫とかね食べられるの嫌だよとかですね、完璧に育てていきたいよっていう場合は、やはりですね防虫ネットしたりとか、はい、水やりもねしながら対策していくのも一つね栽培方法でありますので、まあ皆さんのね育てていきたいスタイルでねやっていくのもいいのかなと思います。こちらもね今後どういうふうに芽が出てきて、どういうふうにね育つんだろうなっていうのも、定期的にご紹介していきたいなと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。